マフラの王家の建物宮殿、バシリカ、修道院、セルク庭園、狩猟公園は17世紀のポルトガル王国国王のジョアン五世が1711年に建設を開始した建造物群からなるポルトガルの世界遺産である。マフラはポルトガルのシトリスボンから北西に 30km の地点にある。印象的な四角形の建造物は国王と王妃の宮殿。 ローマンバロック様式の王室礼拝堂、フランシスコ派修道院、3万6千冊の蔵書を誇る図書館を含んでいる。宮殿の中庭には幾何学模様の植栽がなされたセルク庭園が、後輩部には広大な狩猟公園が広がっている。マフラの王家の建物は、ジョアン五世による異業の一つで、ポルトガル帝国の意向を示すものである。世界遺産としては、ポルトガルにローマン、 イタリアンバロックの建築と美術を導入し、マフラーを偉大なイタリアンバロックの例にしたことが評価された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。